ようやく俺のコーナーができたか。トルクあるね。やっぱ 2.4 はいいな。新コーナー、土屋圭一の辛口愛車チェック。1年も経ってから俺のコーナーができるわけ？大変申し訳ございません。ちょっと、はい、ご用意ついにさせていただきました。はい、ようやく俺のコーナーができたか。で、何やるの？はい、このコーナーではですね、土屋さんにぜひ様々な方が作り上げた車を乗っていただいて、それを辛口で10点満点で評価をしていただきたいと思っております。お前これ本当に辛口でいいの？辛口で大丈夫でございます。これショップだったらお前死活問題になっちゃうんだよ。あとはディレクターにお任せしたいと思います。了解しました。はい、というわけで今回ですね、車をご用意いただいたのはチューニングパーツメーカーのブリッツさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ぜひ甘口でお願いします。そうだろうな。そうですよね。スペックは？スペックは給排気で主にチューニングされているぐらいで、うん、まあマイルドな仕様にはなってます、うん。給排気と足とタイヤホイール、はい、そうですね。で、あとワイドフェンダー、外装でいうと、まあ、ワイドフェンダーつけていったり。あ、ワイドフェンダーね、はい、かっこいいな。かっこいいですね。ありがとうございます、うん、かっこいい。かっこいいよ、なかなか。あ、本当ですか、うん、嬉しいです。ありがとうございます。なかなかいいよ。ちょっとだけ9ミリだけワイドにしてます、はい、あ、 9ミリじゃないと OK なの？そうなんです。あ、そう、構造変更いらないんで。それはオリドンチノと一緒だな。変更いらないんだよ。変更いらない、はい。ちなみに正太さん、はい、外装以外にもこだわりのポイントがたくさんあるっていうふうにお伺いをしていたんですけれども、はい、そうですね、まあ、外装、まあ、一通りエアロやっていまして、うん、でエンジンルームの方にちょっとインテーク、うん、カーボンでできているインテークがあるんですけど、うん、はい、それもちょっと見ていただきたいなと思います。見たいね、はい、見たいね、はい、ありがとうございます。じゃあ開けさせていただきます、はい。となると GR86 を買って、はい、でブリッツに持ち込むとこれ総額いくらぐらいかかるの？大体パーツ代だけで150くらいですね。150、あ、かっこいいじゃん、はい、ありがとうございます。そうなんです、こいつなんです。あ、かっこいい、かっこいい。これこれで大体10馬力近く上がるの、はい、10馬力それはすげえな、はい、そんな上がるんだ。そうなんです。へえ、吸気だけで？吸気だけですね、これは。はい、吸気だけで。あ、それはすごいわ、はい。オイルクーラーもついてますか？そうですね、オイルクーラーもついて、うん、はい、まあ、ちょっとこれ外装的に見えないんですけど、はい、こっち側にオイルクーラーがついていて、うん、あとタワーバーですとか、はい、ラジエーターのホースですとか、ね、うんうん、ここら辺が書いてあります、はいはい。あとこのアッパーマウントのこの部分ですけど、モーターがついてまして、あ、車内で、はい、減衰を変えられるあのダンパー WZR エグゼクティブ仕様だね。そうですね、快適です、ね、なのでものすごく。俺の86なんか降りてハンドル切ってお前下でこうやって。そうですよね。バカにしたねんが。してないですよ。まあ今時の車だからそうだよね。室内でこうバッチャッチャってやった方が楽だよね。楽ですね。速度に応じて減衰力も自動で変わる仕様っていうふうに聞いてるんですけど。そうですね。そういったあの自動。そうなんです。オートで減衰を変えられる機能もついてるんです。はい。それはすげえな。ハイテク装備ですよね。ハイテク装備で、うん、はい。まあ、だからほぼライトチューンだよね。そうですね。はい。やっぱエンジンに手を入れちゃうと壊れやすくなるしね。はい。ちょっとリスクが上がってしまう、うん、そうだよね、はい。というわけで城谷さん、はい、この車のチューニングのテーマを教えてください。はい、チューニングテーマはズバリストリートを快適に走れるチューニングカーです、うん、はい、はい、なるほど、はい、いいんじゃないの。ありがとうございます。なかなかね、もう昔はほらガチガチでさ、はい、その乗り心地悪いのがチューニングカーだみたいなね、うん、20、30年前は、はい、今はやっぱこうしっとり動く足だよね。そうです ね、はい、しっかり動かしてあげてっていう形、うん、はい、ダンパーがじゃあ速度で自動的に変わる、はい、そうです。どういう仕組みになってるの？中に G センサー組み込まれてまして、はい、それで車速 GPS で車速を取ったりとかして、うん、それで自動的に演算して、うん、でその走り方に合わせて、減衰をこの走り方だったらこれぐらい変えるっていう、うん、計算して自動で変わるようになってます。すごいね。すごいですね。自動で計算されるっていうのがすごいですね。コンピューターの中に AI でも住んでるのかね。そうですよね。これ速度によって自分でももちろん変えることっていうのはできるんですね。はい、もちろんできます、はいはい。そしてさらに私内装の部分も非常に気になっているんですけれども、はい、あ、はい、ぜひお願いします。内装違うの、はい、内装違うの、はい、メーターもついてますし、メーターパーツがついてますよ。メーターすごいね。そうなんです、3連メーターつけてます。はいはい、はい、見える？見えます見えます。結構本当、はい、あ、本当だ。見やすいわ。よかった。あ、見やすい見やすい。フルバケ
セミですね、はい。へえ、あ、これはいいわ。ありがとうございます。あとシフトノブであったりとか、はい、これね、サイドの、はい、レバーも変わってます。なるほど。はい。もうなんかフロアマットまで変わってます。あ、本当だ。ブリッジ仕様で。うん。はい。あ、これはいいね。あ、ありがとうございます。うん、これはいいぞ、なかなか。室内おしゃれ。はい、ありがとうございます。赤と黒で統一してます。うん、おしゃれおしゃれ。ありがとうございます。へえ。リアウィングは？リアウィングもカーボン製でできてますね。で、ここの部分から変わってます。台座が。そうかそうか。ノーマルですとちょっとダックテール風になってるんですけど、そうだよね。それをあえて押さえてスラントにさせてこちらから立ち上げてますね。うんうん、ああ、いいじゃん。はい、ゴテゴテしてなくていい。ありがとうございます。ね、マフラーも。はい、4本出しにしました。ね、綺麗だよね。はい、あ、これで全部で150万ぐらいでできちゃうの。そうですね、大体150万ぐらいですかね。で、プラスコーチン。そうですね、ね、プラスコーチンでとか、あと、まあ、塗装台とか。ああ、そっか。ありますかね。バーフェンかっこいいね。かっこいいですね。ありがとうございます。ね、かっこいいよ。リアは貼り付けタイプになってます。はい。フェンダーを切ることなく、このそうですね、はい。ちょっとまあ、端っこの方切ったりしてるんですけど、はい、ぐらいですね。あ、でもうほとんど貼り付けでできちゃうので、でフロントはもうあのフェンダーごと交換なので。あ、はい、そっか、へえ、そっか、フロントフェンダーごと交換してんだ。そうなんです。なのでちょっとここら辺の衣装が変わってるんですけど、うん、違うよね、はい、へえ、ブレーキもやってんだ。はい、ブレーキもやってます。ブレーキ高いじゃない6で。これがでも結構お値打ちで実は。え、ブレーキも入って150万？あ、ごめんなさい、ブレーキ入ると確かに30の20ぐらいなのでプラス50万ぐらいかかる。そうだよね、はい、ブレーキ高いよね。フロントもリアもセットで販売されてる。そうです、フロントセット、リアセットで売ってますね。はい、そっか、4輪セットではないんだ。そうですね、はい、はあ、これはいいわ。これローター径はノーマルからどれぐらい大きくなってるんですか？これ335だったはずなので、うん、はい、まあ、そこまでバカでかくはなってないんですけど、うんうん、純正はちょっと履けないような、そうですね、あのサイズになってますね。純正17インチはちょっと無理ですね、はいはいはい、それは乗ってみようよ。そうですね、ぜひお願いします。はい、なるほど。それは乗ってみたいと思います。はい、インプレッションをよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、感じでちょっとなんかすげえ遠くに見えます。そうなんです、そうなんです。ちょっと扱いにくい。そうした方が早い。うん、ありがたい。よーし、行ってみよう。Thank you.
ントが、フロントが熱が入らない。硬いな。ちょっと仕事させないとね。土屋さん、お帰りなさい。お疲れ様です。ありがとうございます。硬い。硬いですか。フロントがこういうギャップとかアンジュレーションとか継ぎはぎのところでもろ拾って、はい、路面から浮いてる時間が長い。なるほど。だからもうちょっとフロントタイヤを設置させる、まあ、リアもそうだけど、はい、ストロークが少ないのと、はい、初期入力が硬すぎる。なるほど、分かりました。だからサーキットよりのサスペンションだね。あ、もうちょっとじゃあ柔らかく減衰を調整してあげたりして、初期入力がもうとにかく硬すぎて跳ねてる、はい、あ、なるほど。フロントが跳ねちゃってやっぱりスッと抜けるよね、跳ねた瞬間に、はい、そこはちょっと怖いかな。ああ、わかりました。じゃあちょっとそこも含めて調整してみます。はい、ありがとうございます。はい、ということで土屋さん、この車の点数をつけていただきたいと思います。よろしくお願いします。 7.8 7.8 7.8 ありがとうございますという感じです。はい、塩谷さん、この点数をいただいていかがでしょうか。そうですね、まあしっかり煮詰める部分が、あの乗っていただけて、あの出さ炙り出されたところなので、しっかり持ち帰って、はい、しっかりチューニングにまた反映させていただき いこうと思います。そうですね、はい、ありがとうございます。はい、はい、ということで新コーナー、土屋圭一の辛口愛車チェックのコーナーでした。車のことならアヘッドモーターサービス、あなただけのこだわり。車の競技、カスタムチューニング、新中古車の買取販売ならアヘッドモーターサービスへ。改造車買取専門店、改造車買取本舗。高価査定、カスタムパーツ大歓迎。お手軽スマホ査定なら最短5分。改造車買取本舗で検索。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。